最愛の人を亡くすのは誰しも悲しい。しかしもう一度だけ会うことができる、そんな古い風習が粟国島には残っている。じゃあ行こうか。4年後、4年ぶりに再会する家族。ただいま。そのお腹どうした？太った。お店の店長とセックスした。みんなには迷惑かけない。もうすでに迷惑かけてるんだよ。ノブツナ何やってる？この家の長はノブツナだよ。この人は何もできない。あの家は工場が潰れてから本当についてないね。恵美子さんは死んだんだよ。ずっと酒に逃げてたんだな。自分だけが人生苦しいと思ってるのか。本当に死んだのか。朝起きたらいるんじゃないか。お母が作るジューシーはみんな大好きだった。お父なら大丈夫よ。ではあの世に入ります。家族を一つにしてくれたのは骨になった母でした。お母ありがとう。仙骨開けるよ。